皆さん、こんにちは。ワナリグフジです。では、今回は、カンパニーオブヒーローズ、ノルマンディ進行、次のミッションをプレイしていきたいと思います。今回は、14、オートリーをプレイしていきます。ドイツ第7軍は、ノルマンディからの退却を始めた。退路の数が限られていることから、装甲手段とティガー戦車部隊が動員され、各退路をできるだけ長く確保しておく任務が割り当てられた。シュルツ隊と生き残ったティガー大隊の精鋭もそうした退路の一つを守る使命を負っている。ということで今回は、ドイツ軍の装甲部隊、さらにティガー戦車部隊と交戦することになりそうです。では、ミッションをプレイする。キャプテン・シュルツ、survived the destruction of the Panzer Lehr Division。Battle reports show his Tiger group and has knocked out 17 Allied tanks and destroyed Baker Company. With those Tigers in position, we can't cut off the German retreat. He must be removed. これは撤退していくドイツ軍ですかね。Columns of vehicles from the 2nd Panzer Division are escaping through this town. Baker Company's last report was that they were engaging Schultz's Tiger Gruppen.This means the Tiger Ace is defending the town. We need to take him out. It won't be easy to get a kill shot. He most likely has heavy panzer support. Now if we can take down Schultz, the Krauts will be finished here. はい。ティガーエース、シュルツ率いる部隊の撃破となっています。では、初期配置ユニット確認しておきましょう。まずは、M26 パーシングですね。これは重戦車扱いのユニットなので、まあ、すごく貴重ですね。それに、シャーマン。まあ、これはおなじみですね。この2両がデフォルト配置。さらにライフル兵と工兵という陣地になってますね。で、はじめから戦車基地ありますので、早速じゃあ戦車基地で、どうだろう。M10 の駆逐戦車要請しておきましょう。まあ、さらに、手法をアップグレードしておきます。で、まずは周辺陣地、確認を進めておきましょう。マップを見ると、どうだろう。まず最初に上行って、左行ってっていう順番で攻めてみましょうか。では、時間を進めます。先に重戦車を前に出して偵察します。敵がいるのであれば、重戦車で一度攻撃を受け止めることもね、できますからね。で、その後、シャーマンと、駆逐戦車を後に続けましょう。クロコダイルは呼ばずに行きます、今回は。敵いましたね。では戦車で、撃破したところに関しては、
歩兵を送って占領しておきます。では次2つ目狙いに行きます。ここですね。今カモフラージュして隠密性の高くなった狙撃兵をここに連れて行ってますね。ここに敵がいるのが確認できました。まずここの敵を撃破して、あとここにも絶対陣地がありそうなので、ここの陣地もね、破壊していくというところでちょっと狙っていきましょう。ティガー戦車いましたね。ここにいます、敵のティガー。歩兵は下がらせましょう。歩兵ではちょっと勝ち目がない。ぐはっ。早速この駆逐戦車では話にならなかったな。せっかくの駆逐戦車がやられてしまいましたね。ここはなんとかディガー戦車に攻撃を集中させましょう。で重戦車やられると痛いのでしっかり回復取ります。で駆逐戦車はやられた分は補充しましょう。ちょっともったいなかったですね、範囲に以外に駆逐戦車ではちょっと歯が立たなかったというのが実情かなと思いますので、まあ、しっかり回復して次の対戦車戦に備えます。あとはせっかくなんで対戦車砲をここで2門ほど生産しましょう。敵のティガー戦車以外にもね、装甲車両多いので、まあ、それらに対抗するための手段として、しっかりここは対戦車砲で対抗していきます。ティガー戦車が来たな。ティガー戦車はなんとかパーシングで受け止めて、でその間に戦車部隊で敵の被害に攻撃を集中しましょう。これで撤退をさせるっていう、この繰り返しですかね、しばらくはね。さあ、ティガーがやってきてます。このティガーをなんとか削っておきたいですね。で、同時にちょっとね、重戦車がやられると大打撃なんで、重戦車の回復は優先します。残りティガーまだまだ 79% と元気いっぱいですね。ちょっとね、ここにいる対戦車歩兵を倒せないので、歩兵を倒すために手榴弾を持ってライフル兵に忍び寄らせてます。なんとかこれを投げ込んで帰ってきてくれ。よし、倒しましたね。そしたらそのライフル兵でこのバズーカを2つ接収しましょう。で、ここも取る。またティガーが来るのか。どっから来る？あ、ここにいますね。ちょっとこのティガーと戦うのは苦しそうですけど、微妙にここの対戦車砲がうまくティガーに刺さってるな。ティガーも残り半分までうまく削れてますね。このまま行けばなんか、ティガーを撃破するのか。時間の問題な感じがするな。対戦車砲がやっぱり効いてる感じがしますね、ここまでね。はい、そしたらまた陣地広げたので次の陣地へと向かいます。まあマップでいう上かな、ここの燃料ポイントまで向かいましょう。でドクトリンですけども、走行中隊を選びます。でできればこの後カリオペを呼びたいので、カリオペまで進んでいきましょう。
さあ、またタイガー、ティガー戦車が来ましたね。ティガー戦車と撃ち合うのは危険なんで、一旦下がって、こちらのエリアまで引き込みましょう。で、対戦車砲の餌食にしてくれる。ティガー、ここにいます。で、今攻撃受けているのが、この重戦車同士の撃ち合いですね。なので、こっちは対戦車砲を横から撃ち込んでいきます。本能寺ですね、撤退していきます。これの繰り返しをしばらくやりつつ、陣地を広げましょう。カリオペを呼びました。カリオペはね、本当に強い弾幕射撃が撃てるんで、このカリオペの弾幕射撃で、ここの陣地をちょっと破壊しましょう。ここでね、敵をある程度打ち減らしてから、味方のね、戦車部隊を突入させるっていうのが一番いいかなと思いますね。さあ、ここにティガー戦車いましたね。とどめ刺しに行きましょう、ティガーに。ティガーへのとどめはやっぱり対戦車砲だな。対戦車砲を使います。ティガーを最後は撃破完了ですね。このマップは前のマップとかに比べるとだいぶその、ティガーは出てきましたけど攻略はたやすかったですね。All right, second squad, take the left flank. Keep your eyes open. First squad, on me.Hey guys, wasn't this Schultz the one who killed the captain? Yeah, didn't he almost kill you too, Lieutenant? Shut the fuck up, Cunningham. Shutting up, sir. All right, there's nothing to see here. We're moving out. That guy was one tough crowd. はい、ミッション完遂です。では、また続きは、次回ですね、プレイをしていきたいと思います。